ウィングジャパンから山本和恵さんをお招きをいたしました。2000年にアスターパナでデビューされましてから、テレビ、ラジオ、そしてイベントのゲストとして、声がかかりまして、大活躍の山本和恵さんでございます。オリジナル曲も作詞とかで、ね、手掛けられまして、素敵な詩を世に送り出しております。11月の17日京都にて烏丸京都ホテルで山本和恵アフタヌーンショーが開催されます。どうぞお時間のある方、京都烏丸でございますので、聞きに来て、見に来ていただきたいということでございますので、よろしくお願い申し上げます。さあ、それではお願いをいたしましょう。まず1曲目でございます。人生はいつの日も明日からが始まり、女と妻と母という3つの宝石、3つの宝石からお願いをいたしましょう。山本和恵さんです。Thank you.